はいどうもカッパー委員長ですじゃあね最後はちょっともう本当サムネ「何これ?」ってこのギャグみたいな <laughs> これ<笑>,笑っちゃいましたけど要は日本のねこの中国人観光客、まあ、観光客なのかそもそも日本に居座り続ける、ね、シナ人どもなのか、ね、両方なのか分かりませんけどまあこのシカが被害に遭ってたじゃないですか。 蹴られたり顔貼られたりしてねでもヘズマさんがなんかねうふざけんなと、まあ、そういうこの話題をこの取り上げさせてもらったことも何回かありましたけどもこのいよいよ鹿の逆襲が始まったのかと <laughs> なんでかわかんないですけどこの中国人観光客がねこいつらの,このパスポートを奪われたっていうなんか変なやつが現れて <laughs> ざまあねえなって思いますけど まあなんかこれ中国メディアがねこの取り上げてるんですけど、このニュースをこれ日本のマスコミも取り上げてもらいたいですよね。てかなんでこのパスポート取られてんだろう <laughs>。ちょっと見ていきましょうかねなんか香港メディアらしいんですけどもえ中国の SNS 上で中国人観光客と見られる人物が奈良公園の鹿にパスポートを奪われる動画が拡散していると報じていると。 えーっと最近、えーこう、奈良公園の鹿を蹴る動画や観光客が糞をつけた鹿せんべいを鹿に食わせる動画が、えー、物議を醸しているとした上で、えー、この後中国の SNS で、えー、奈良公園の鹿を巡るある動画が拡散していることを伝えていると、えー。動画には鹿が中国人のパスポートを加えて去っていき、女性がパスポート、パスポートと声を上げて、数人の男性が取り返そうと追っていく様子が映っていると。二度と来るんだよな、こいつら、ほんとマジで。 で、鹿は驚いたのか走り出して追いかけていた白いシャツの男性は勢い余って転倒。で、えー、鹿はその後パスポートを芝生の上に落としていたと。なんだ、食べちゃえばよかったのにな。あ具合悪くなりそうだよなうん。むしゃむしゃむしゃ、ペッてこんなんかほかっとけばよかったのね。<laughs> いや、鹿、頭いいっすね。うーん いやもうこんな観光客はかわいそうなんでこれっぽっちゃ思わないですねこの程度で済んでよかったなって顔面蹴られた後ろ足でず顔面蹴り飛ばされてもお前ら文句なんか言えねえよお前らが蹴ってんだからで、えー、まあ投稿したのかなある女性らしいんですけどもね、えー、まあその人によるとパスポートは別の観光客のもので女性の父親が取り返すのを手伝おうと追いかけたところを転んで骨折した骨折したのはあ てめえの国に帰って治療しろよな。うん、で、えー、女性は鹿が悪いと憤慨していると、うん。いや、てめえたちがそこにいるからだよ。ね、とっとと帰って二度と来んなよ。で、動画を拡散すると、それは私の母のパスポートだと当事者が名乗り出て、えー、鹿に噛まれてパスポートの状態が悪い、えー。中国大使館にどうすればいいのか問い合わせると。てか、なんでこのなんかパスポートをね、うん、鹿にこのなんか噛みつかれるような状況。 どういう状況だよ常に何お前たちってこのパスポート握りしめながら何移動してんのどうせあれだろうなんかこの鹿の横面でもパスポートでペーンってこの叩こうとしたんじゃないのこいつら。なあ、このちょうど都合なんか適当なもんがそれ以外になかったから。で、えー、またなぜ鹿にパスポートを取られたのかについてはカバンのファスナーを閉めてなかったから。 で鹿が自分で食わえていったと。本当かよで。記事によると、この投稿には、えー、自分も鹿に物を取られたという体験を共有するコメントが多く書き込まれており。はそうなの、えー、手に持ってたチラシを取られた。えー、むしゃむしゃ噛んで飲み込んだ、えー。捨てるところがなくて持ってたゴミ袋を鹿が食べた。驚いた。食べて大丈夫なのかと思った。そんな鹿いるんだ。人、えー、民元にして数千元分の日本のお札を食べられた。 以前東京に戻る新幹線チケットをカバンの中に入れてたら鹿に食べられた。これ、本当かこんな話。えー、なるほど、書き込みがあったと。まあ、これ、中国の SNS の話ですからね。うんまあ、ほぼほぼ100%嘘って思ってた方がいいんじゃないのうん。ね。じゃあ、そんなひでえ目にあったっつんだったらひでえ目にあったとしよう。うん。来なきゃいいじゃん、じゃあ。ね。鹿にも嫌われてんだよ、てめえたちは。うん。 で、記事では、これまでも奈良公園の公式サイトなので、鹿と接する際の注意事項が説明されていて、その中には鹿せんべいのある方や自分の手荷物に注意することも含まれていたと、えー。もし鹿と触れ合いたいのがあれば、必ず現地のルールに従わなければならないと。いや、触れ合わなくていいよ。うん。そもそも日本に来んなよ、お前ら。いい加減。歓迎されてねえんだよ、人にも鹿にも。うん。 いやー、しかし、本当、しかしじゃねえ。<laughs> いや、別にあの、あの、かぶせてないです。かぶせてないです。うん。ね、そもそもがてめえたち、ね、うんあ。日頃の行いだよ。これまでの積み重ねだよ。まあ、確かに、なんか鹿に噛まれたとかっていう、なんかそういう、えー、中国人観光客、なんか多発してるらしいんですけども。で、実際が、ね、半分以上がやっぱりそういう、このし、ね、 えー、鹿に噛まれたってこの訴え出てくるこの病院にこの駆け込んでくるようなやつらのほとんどは中国人らしいんだよね。そうだから結局、例えばなんかこの、ね、こののね角をグイってやってみたりとか、パーンって横面をはさいたりとか、なんか蹴り入れたりとかうんだから鹿もやっぱりバカじゃないからって思うんですよ。うん、だってほら、この間あの、えー、とイギリスのどこだっけあのバッキンガム宮殿だったっけかな。ね 例えば日本人とか他のこのね、の観光客が近づいた時とかは別に何にも普通に。でも中国人が近づいてきた時は馬にも噛まれてたじゃん、こいつら。そう。だからもう分かるんだよ、動物は。うん。お前らがろくでもねえやつらだっていうのが分かるんだよ。で、実際ひでえ目にあってるし、鹿は鹿で。だから歓迎されてねえんだよ。だからもう来るなってことだよ、お前らは、日本に。うん。ね。 所詮だってお前らとしかの見たらシカはなんか食料の一つぐらいにしか思ってねえんだろうん。だからもうてめえたちの、ね、中国国内で好きなように、なんかこの刈りまくっとけよ。勝手に。うん。ね、お前らのなんかその民族性なのか、このなんかよく国民性なのか知らねえけどさ、ね、よその国このばらまくな。日本に持ち込むのは少なくとも。迷惑だから。で、奈良市の奈良公園で観光客などが、 あ鹿に噛まれるなどの被害に遭ったの通報相談件数が、えー、今年度過去最多、ね、だからもうもともとねこのたまにこの日本人も被害に遭っていたかもしれないけれども、ね、明らかにこのなんかおかしない、ね、例年と比べたら、ね、うなぎ登りにこの急上昇してるわけでしょ、うん、お前らじゃねえかよどう考えたってそうだからもう迷惑なんだよことごとく迷惑なんだよ 歓迎してねえんだよ、しかも。うん。で、まあなんかね、この噛まれてね、びっくりしてね、なんかこの中国人観光客とやらかね、どうせあるだろう、日本国内のこの病にか、ね、こに駆け込んでよ、大したことねえくせに。ね、うん、大げさにギャー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 騒いでさ、うん。もういろんな意味で、すべての意味で迷惑なんだから、もう日本に来るなって話なんだよ、お前らは。うん。人も動物も、ね。 もう日本という環境を自然、日本がもう歓迎してねえの、お前らを、うん。気がつけよ。気がつかねえんだよな。だからこそもう入国禁止にしてもらいてんだよな。はっきり言って。んでもなんかこう、なんだかんだこのブー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 なんかこう、ブータれながらこの来るんだよな、こいつら。ほんと迷惑なやつらだよな。うんと思いますが、いかがでしょうか。 今回は以上です。